おはようございます、村上です。ちょっとお願いがありまして、来ました。はい、どうぞ。ちょっと前に出てきて、まあ皆さんもご存知のように、ね、東の方大変なことになってます。で、まあ最後までちょっと喋れないかもしれないですけど、説明できないかもしれないです。ちょっと感じてください。ここに来てくださってる人は楽しみに来てくれくださってると思います。で、僕らもそれに乗って楽しんでもらおうと一生懸命やってました。昨日すごく盛り上がりました、おかげさまで。でもホテルに戻ってテレビを見るともう大変なことになってる。で、例えば僕船酔うんですね。余震があるっていう、ああ余震なんだと、大きい地震来たら怖いなと。そんなんじゃなくて、ずっと船酔いするっていうことを言ってたんで、僕船酔いします。それで電気がなくて、雨も降るし潮やしね、風呂もない水もないっていう話なんですね。その中にも多分僕のね、ファンの方もいらっしゃると思います。で、こっちにいてるとね、麻痺しちゃったんですね。で、今日楽しんだことが絶対皆さん僕後悔すると思ったんですよ。だから結局できること何か言ったらね、ここへ来てね、僕らトークショーします。その間はやっぱためになるトークショー、魚釣りのトークショーしたいんです。だからここでね、その間その間で、例えばファン現金がねっていう話から始まってね、多分そんな人の頭って器用じゃないと思うんで迷うと思うんですよ。だから入る前にちょっと喋りたかったです。で、僕が多分、おかっぱりっていうこともありまして、ボート乗らない人もみんないてると思うんですけど、できること僕かなと思ったんで、この場所を借りました。で、一応募金箱を用意させてもらって、それはもう事務局に言うてます。で、入る前に一応募金箱用意してます。ただ前の方に、これと小さいやつも用意してます。で、一番センターのステージにも用意して1日置いてます。でね、特に最前列の方々、多分走って限定品を買うために並んでると思うんですよ。僕それをね、行ってほしいんです。思いっきり走って、もう入った時点から楽しんでほしいんで、ちょうど集まってくださってるんで、この場を借りて、お願いに来ました。で、プロの方々、後ろに、皆さんお呼びしましたんで、皆さん一致、僕ら一同で、皆さんにお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。プロの方からは、一応、できたら1万円。で、できない人はそれなりにで、一応僕昨日今井さんに電話しました。で、僕も1万円払うし、今井さんなんとか1万円払ってもらえませんかと。そしたらもう快く当然受け入れてくださいまして、今日吉田さんが今、届けてくれました。で、金額じゃないです。とりあえず無理をせない人で、自分がねやっぱ楽しみたいいう部分も含めて、心から募金をよろしくお願いします。お願いします。じゃあこれ確かに今井さんと僕の分入れさせてもらいます。あとお願いします。今村上さんの方から説明ありましたけど、主催者側のものです、私青木と申します。よろしくお願いします。本日たくさんの方、朝早くからお集まりいただいて、今からでも聞こえないですか？聞こえないですか？大丈夫ですか？聞こえますか？すいません、これから、うちらの方でも、始めたいと思います。それでですね、いろいろ私たちも悩みましたけど、
今この場でできることということは、やはりこれで何か形で動きたいなということで、変えさせていただいて、この場で、現金を募りたいと思います。それで、入り口に正面、ちょっと、入ったところにすぐ分かるようにしておきますけど、こんな感じのですね、小さい、ものもあります。各メーカーさん、ここにもう段ボールで、申し訳ないです、段ボールとかいろんなものでペットボトルで作っておりますけど、各メーカーさんも何とかしたいということで、何かをやりたいということで、いろいろ用意してもらってますので、ぜひ、こちらの形で用意させてもらってます。その分、うちの方からも、正式な、口座の方に振り込まさせていただきますので、あと今回ですね、運営させていただいて、販売等をやらさせてもらいますけど、こちらの方の収益からももちろん、今回の現金の方には寄付をさせていただきますので、ぜひ、協力していただいて、また入った以上はぜひ楽しんでいってもらいたいという思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。最後に、すいません、最後にですね、ちょっと、もう本当に時間過ぎちゃったかもわかんないですけど、最後に、もう一人代表でちょっと飛び込みで申し訳ないです、関東から今回、まあこの災害も影響あった関東からもちょっと田辺さんの方が昨日来ていただいたんで、ちょっと申し訳ない、田辺さん一言だけ、簡単に、すいません。こちら、昨日僕は入ったんですけれども、まあ、都内は大変なことになっててですね、まあ、どうにか新幹線が動いてたんで、入ることはできたんですけれども、まあ、今回来た瞬間に青木さんとね、まあ、主催者ですから話をしました。この状態の中でセミナーとかね、やるの大変だよという話をした時に、こちらの主催者としてはもう全て今回は利益を一切取らないとね。でその、利益が出た分は全て入場料からもいろんな販売からもね、メーカーがブース出すのとかいろんなことからお金が動いたお金を全部義援金に回したいという、もうそういう話が出ました。だったらちゃんとやろうよと。でみんなにも楽しんでもらって、各プロたちもしっかりセミナーもやり、メーカーも、ちゃんとやるということで、で来てくれたみんなが少しでも、ね、東北の役に立てたと思って、帰れるようにしたいよねということで、まあ、今回本当こんな時期なんですけど、でもこれが1週間後でも2週間後でも同じことだと思うんですよ。たまたまこのタイミングになっただけであって、でもそれでちゃんとバスが、そしてバスフィッシャーマンが、そしてそれを取り巻くメーカーたちが、そういうことに協力できたってことにみんなが胸を張ってほしいと思ってますんで、よろしくお願いします。おはようございます。まあ、たくさんの方々、ご来場いただきありがとうございます。まあ、ここから先ね、まあ、村上さんのお話があって、田辺さんのお話があって、ここから先会場へ入ってもらったら僕らもう徹底的に盛り上げます。だからもう楽しんでもらったら構わないんですけれども、本当に日本が、大変なことになってますので、もう少しでもいいですから協力のほどお願いしまして、あとは中で、思いっきり楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、本当に時間ずれて申し訳ないですが、もう今しばらくお待ちください。準備整え次第開発開催始めますんで、よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。楽しみです。ありがとうございま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 す。
はい、はい、あの持って帰りたい箱なんで、あ、もちろんこれ入れてもらって、はい、いいです、はい、ありがとうございます。箱ごともいいですか？メーカーさん、箱ごとでいいんだよ。ちょっと箱ごとサンプル出てきちゃった箱なんで、はい、ありがとうございます。箱を返します。じゃあここ中入れさせてもらって、はい、もうじゃらっといってもらえる、このまま、このままあれだったらそっちの箱だもん。いい、こっち入れちゃって、わかりますね、ちょっと。オーケー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 。はい、宇宙屋さんまだいるよね。宇宙屋さん事務所はおるよね。最後、最後です。ありがとうございます。思いで見たるかな。